ャビンギャドは2ポイントのジャンパー。ここが開くんですよ、開くんですけど、はい、ワイルド長いですね、はい、富樫パンプインから2ポイントのジャンパー、うん、ミドルレンジのジャンパーを沈めていきました富樫勇樹。ギャビン・エドワーズのプレッシャーかけましたね、ナイスディフェンス、はい、ショーター富樫オープンからの3、続いて昨日 B1 最速の通算500本スリーポイントシュート達成のリバウンドサイズ富樫オープンで原のスリー、これはこのリバウンド大きいですね、大きいですよね、はい、サイズこういうフォローが早いんですよね、すごくね、サイズリーグ2位の 10.9 リバウンド平均、富樫のスリー関係ないですね、なんですが早くも第1クォーター今日は3分の3です。さあ富樫のスリー、さあ橋本君が横にいるんですけどねマブンガのスリーショート、リバウンド原が拾って富樫のショートコーナーからフロンターもこの原富樫ダンカンの2ポイントのジャンパー、まあ、ダンカンこういうのが確実ですかね、そうですね、はい、ちょっとショートしてますね、本来はあそこ非常にうまいんですかね、はい、富樫のスリー逆に決めてきますね富樫、こう重要なディフェンスですね、はい、富樫に対してね、富樫これを決めてくるんですよね、ここが抑えきれてどうするかですね富樫、まあ、ブリッジかけてもいいと思うんですけどね富樫、あ、また開けましたね、まあ、これは入りますよ、僕今これ逆サイドですよね、完全にあのエドワーズの方のスクリーンの方に水戸君が気を取られてしまったので、はい、この辺の使い方もうまいですよね、さあ富樫と橋本、富樫のスリー3連続できた、止まらないマブンガつきましたね、自分からね、富樫とマブンガ、富樫この変幻自在な相当スリーポイントラインから 1,2 メートル離れてましたよ、 NBA の距離でもディープでしたね、そうですね、はい、ダンカンシェイクマブンからやってるとマブンからスリー、これは落ちる、リバウンドは千葉です、さあ2点差トガシ、あ、来ましたね、サイズセイバー、さあどれで来るかですね、残り10秒ショットクロック、ね、じっくりと時間を使います、トガシ富樫のスリー、第4クォーターからの決定力、今日見に来たファンの方はお得ですね、これね、すごいですねこれね、サイズ富樫のスリー、さあどうだ、9本目さすがですね、2投目決めてます、球出しも大事ですよ、はい。